異例のスケジュールの衆院選、明日公示を迎えます。1番です。立候補届け。愛知県庁では立候補受付のリハーサルが開かれ、選挙管理委員会の職員らおよそ90人が届け出順を決めるくじ引きや書類審査の手順などを確認しました。また街頭演説の時につける腕章など、いわゆる選挙の7つ道具も各陣営に渡せるよう用意されています。明日は午前8時半から午後5時まで立候補を受け付け、今月27日の投開票に向けた選挙戦が始まります。